冬季五輪が開催されているロシア、ソチを訪問中のチョン・ホンウォン韓国首相は21日午後、国際オリンピック委員会のバッハ会長と会談し、2018年に韓国で開かれる平昌冬季五輪の成功に向けた方策について話し合った。チョン首相は、韓国政府は平昌五輪が単純なスポーツ行事ではなく、文化、経済、環境、平和とリンクした大会になるよう希望していると述べた上で、ソチ五輪の事例などからとりわけ留意すべきことや改善点を教えてほしいと協力を要請した。